いう要素を盛り込めば、あるいは確認できれば、我々としては、例えば中国側の提案に対して、えー、考えられる余地が出てくるのかといったこともです、ねえー、しっかりと考えていきたいとその上で前原大臣は、6カ国協議ではウラン濃縮施設についても議論すべきだとして、北朝鮮が IAEA ・ 国際原子力機関の査察官をを受け入れるるよう求める考えを示し,ま,したまた前原大臣は今月中旬で調整していた韓国のイ・ミョンバク大統領の訪日について韓国側から北朝鮮からの砲撃もあり現時点では難しいという判断が伝えられていると述べました。